さあ、シンクロメッセージですね。シンクロメッセージは皆様向けのキーワードです。心の天気予報、知っておけば対処もできる、慌てず騒がずに楽しむのが一番。すぐにピンとくる方、数日してから気づく方、忘れた頃だって OK です。本当に心が求めた時にシンクロが起こる。誰もが平等にメッセージを受け取ることができます。どれだけ心を敏感にしてキャッチするか、ただそれだけです。さあ、勝ち風水のエレメントグループ分けでお届けいたします。まずは火のグループ、情熱の星座、お羊座、獅子座、射手座です。電子子と、はい、ポンポン線の翔太丸、ポンポン丸、はい、翔太丸、翔太丸は多分ヘッドホンをつけたこともないと思う。ああつけたんさい、つけたんさい、ね、そうか、だから分からないな。あ、なんかね、どうしてその場所で止まったんだろう。今日はね、マイマイの代わりに来ていただいてます、はい、まずは火のグループですね。来週月曜日からの1週間ですね。ですね、あ、いいですね、いろんなことが味方してくれますね。やりたいと思ってたことをこの週に始めたらいいですね。やっとだね、よかったね。頑張れ。火のグループだよ。火のグループだよ。あ、ポンポンじゃないの？ポンポンはポンポン風だもん。あ、そうなんだ。おりませんのよ、火は。なんだ、残念、いいと思ったのに。ないですね。はい。はい、はい、では続きまして、地のグループです。はい、安定の星座、牡牛座、乙女座、山羊座。はい。はい、このグループもですね、ちょっと今まで準備してたこととかが整ってきてるので、うん、いい感じなんですけれど、うん、なぜかなんだかね、これでいいのかなってなんか物思いにふける感じですね。へー、疲れてるのかな。夏場でそうかもね。この間に朝が来ちゃうみたいな。そうですね、毎日が来ちゃうからね。毎日なんだよね。個人じゃない。地のグループですよ。はい、はい、続きまして風のグループです。伝達の星座、双子座、天秤座、水亀座。はい、全員すごい。道枝さん以外全員風のグループ。いいね、ピューピュー。でも残念なお知らせが、風のグループの皆さん、来週ですね、待て、待て、ステイ、そしてなんだか心がすごく乱れます。あの子供、この子供なんだか苦しいっていう時間です。その時もありますよ。その時もありますよ。だから逆を取るんですよ。もうなんだか悲しい映画とか借りてきちゃって、ガンガンそれを使う。逆に、ね、そうしたら浄化されるじゃない。そういう使い方もあるのよ。私今回1個 DVD 買ったんだ。本当？それ来週見ようじゃん。もうティッシュ用意してさ。ティッシュ用意してね。それしなさい。思いっきり。そう、ね、はい、最後水のグループです。はい、感情の星座、カニ座、サソリ座、魚座。はい。ポンポン丸のところのね、うん、ボスね、ボス。前募集ね。前募集。まだ整いません。はい、整わせなきゃいけないことがいっぱいあります。はい、頑張ってくださいとお伝えください。ボスに伝えます。はい。初発声がボスに伝えます。はい、シンクロメッセージは心の軌道修正、お役に立てたら嬉しいクリスタルパワーです。エンディング入ります。クリスタルからの素敵情報が誰かの心に届きますように。毎日がロマン飛行、未来へのバトン、みんなが夢の途中。毎週金曜日10時からの2時間、クリスタルイズム。次の番組はキノポップさんのレディオジュークボックス。今日はどんな曲が流れるのでしょう。ポポ丸、どうでした？ラジオ初、初音声があれじゃまずいかなって今思ってます。なんか大人気になりそうな予感な。キュートな感じよね。キュートだよね。ポンポ丸いい声ね。ポンポ丸ね、今度出番増やしてみるか。小出しがちょうどいい。小出しぐらいね。ちょうどいい。通りすがりな感じがね。もうちょっと慣れてきたらね。そうね、了解。さあ、泣いたり笑ったり困ったり驚くことも時にはあります。でも大体が嬉しいことなら全部素敵な人生のスパイス、クリスタルからの幸せな時間のお裾分け、音楽と言葉の魔法があなたの人生のお供をします。クリスタルイズム。合言葉は
お互い様にありがとう。また来週お会いしましょう。はい、お疲れ様でした。お疲れ様でした。お疲れ様でした。ありがとうございます。